挫折を乗り越えた今の景色。8年前、仰天スタッフはある女性に会っている。こんばんは、仰天ニュースです。こんばんは、小林恵美香です。小林恵美香さん、当時21歳。素敵な女性だが、彼女は自身のブログにこう綴っていた。普通の顔になりたい。実は彼女、生まれながらにして顔の一部に形態異常があり、手術を繰り返してきた。そんな彼女に8年ぶりの再会。ご無沙汰してます。すると、彼女とその周りに驚くべき変化が。1994年、大阪市に住む小林家に女の子が誕生。その赤ちゃんを見た医師たちの顔色が変わった。先生、赤ちゃんは。先生が、小林さん、ちょっと口割れてんねんけどなって言ったんですね。で、看護師さんがバーッと連れてきはってね、耳もね、ちょっと穴しかって言って見せやったんですね。病院が記録していた写真がある。初めて見た娘の顔。上唇も上顎も、さらには鼻もない状態で生まれていた。お子さんですが、口唇口蓋裂という病気です。口唇口蓋裂とは、先天性異常の病気の一つ。唇が割れた状態で生まれる口唇裂という病気と、口の中の天井部分にあたる口蓋が裂けて生まれる口蓋裂という病気の合併症。現在日本では、軽い病状を入れると500人に1人の割合と言われている。エミカちゃんと名付けられた赤ちゃんは、母乳などを吸うことができず、ミルクを飲ませるのもチューブが必要だった。ようやく退院できたのは、生まれて1ヶ月が経った時。その日、7歳のお兄さん、ヒロ君と初の対面。ただいま。ヒロ君、おかえり。エミカは？ヒロ君は妹が生まれることをとても楽しみにしていた。お兄ちゃんやで。わー、エミカめっちゃかわいい。この兄の反応に両親は勇気づけられた。その後、口唇裂、口蓋裂の治療に精通した大阪大学病院で治療をスタートすることに。娘さんの症例は非常に珍しいものです。治療費は全て病院の方で負担しますので。治療に当たったのは松谷教授と古郷医師。2人は口唇口蓋裂治療において国内トップクラスの名医。そして生後3ヶ月。口唇裂を治すには今手術する方が最善の策かと。お願いします。お願いします。口唇裂の手術は単に唇をくっつけるのではなく、唇や鼻を機能の面でも形の上でも正常な状態にするのが目的。エミカちゃんの場合は唇の組織のかなりの部分が足りなかったため困難を極めたが、手術は無事に成功。エミカちゃんに上唇ができた。上唇ができるとミルクも哺乳瓶で与えることができる。待ってくれたの。エミカちゃんは生後6ヶ月でようやく自分でミルクを飲み始めた。飲む量は少なかったが、大きな進歩。そして1歳3ヶ月の時、今度は口蓋を閉じる手術を受けた。これも口蓋の組織が全く足りず、難手術だったが無事成功した。これで成長とともに話せるようになるだろう、そう期待したのだが。もうちょっと飲みたいのね。うん、うん、はいはい、ちょっと
待ってね、言ってあげよう。4歳になっても自分から話しかけることはしなかった。その原因は、娘さんは両耳の高度難聴です。難聴ですか。エミカちゃんは耳の近くの声、大きな音しか聞こえていなかったのだ。なるからな。すぐに骨伝導補聴器を使い始めると、うん、言葉を覚えていき、言語訓練を重ねてようやく話すように。お名前どうぞ。小林恵美香です。誰と来ましたか。お父さんとお母さんと私と行きました。しかし小学校に上がると、あ、恵美香、おかえり。恵美香とみんなは何が違うの。え、なんかな、影でこそこそ言われんねん。でな、エミカの顔真似してくる子もおんねん。エミカはな、小さい頃からずっと入院してるやろ。うん。エミカは生まれた時お口がない状態やってん。それを治すためにやってるんやで。母は娘に対して隠すことなくしっかりと説明をした。その時の恵美子さんの寂しそうな顔を母は今も忘れられないという。9歳の時に上顎を前に出す当時最先端の手術を行った。中学に上がると友達はできたが、治療を優先した結果学校を休みがちに。友達もいなくなり、やがて不登校に。こんな人生嫌や、自分で変えたる。そしてネットで探し始めた。ここ面白そうやん。見つけた高校は、素行不良や引きこもりの生徒たちなど問題を抱えた子どもたちを支援する学校。すると予想もしなかった出会いが。自分めっちゃ暗いやん、どうしたん。うちな、生まれながらいろいろ奇形があって、ここら辺何回も手術してるんよ。まああれや、プチ整形ってことやろ。違う。まあうちなんか親に捨てられてるしな。うちも親離婚してるし、めっちゃグレてたからさ、学校なんかろくに行ったこともないよな。お前全然行ってなかったからな。今まで世の中で不幸なのは自分だけなんだと思っていた。でもそんなことはなかった。自分だけが苦しんでいるんじゃない。エミカ目つぶって。え、ええからええから。うん。エミカいいよ、目開けて。うん。こっちの方が絶対可愛いやん。めっちゃ綺麗。以来、エミカさんは明るく、そしてポジティブに。が、高校2年生の時。そろそろ次の手術をしましょう。え？上唇に切り取った下唇を移植するというもんです。よろしくお願いします。来年、鼻と唇の整形と耳の形成手術をしましょう。耳ができるんですか？先生、手術ってどれぐらいで終わるんですか。大きな手術が3つですから、1年を通してやる予定です。1年も。1年で3度の大手術。ちょっとだけ考えさせてください。なんで。楽しい高校生活の最後の1年を手術のために失いたくなかったのだ。髪の毛も上げれるし、サングラスとかもかけれるんやで。学校に謙虚なのが嫌なんや。何でも相談できる友達ができたんや。その後全てをぶつけ合い納得した上で、恵美香さんは高校3年生の時、あばら骨を右耳に移植する手術、さらに鼻と口の修正手術、そして耳たぶの形成手術と、1年間で3度の大手術を行った。
手術から4年。右耳はこの通り。さらに顎を切って整えるという口蓋裂治療の最終的な手術を行った。それによりついに前歯を入れられるように。太く入れるのは自分が思ってるほど口唇口蓋裂って重すぎる病気ではないというか、手術していかないとあかん病気やけど一生治らない病気ではないから、今回このテレビを見ていろんな人がこの病気を知ってくれる人が増えたりとか、あ、私と同じ病気やと思ってくれる人がもすごい増えると思うんですけど、何か勇気持ってじゃあ私も病気治療頑張っていこうって思ってくれたらすごい嬉しいなと思います。このオンエアから8年、彼女にまた大きな変化が起きていた。仰天スタッフは再び訪ねてみた。あ、こんにちは。あ、こんにちは。ご無沙汰してます。29歳になったエミカさん。こう見ると結構花も変わってきたかな。前回の放送後3回口や鼻の修正手術を行い、で笑った時に歯が見えるように歯のカーブもちょっと出っ歯気味に切ってます。歯もより自然な横顔に見えるように作り変えた。ここがポコッとへこむんで、これをこれ入れたら、おお、唇が、上唇が前に出るんで、うん、ようやく治療のほとんどが終わったんだそう。相変わらずメイクが大好きな彼女で、大きな変化とは。昼間は学童の仕事をやっています。ギガオスゴインっていう、もう6年目になるんですけど、近所の小学校で児童指導員として子どもたちと触れ合っている。今子どもたちが大人になった時に優しい世界になってたらいいなと思って、まだ先入観のない子どもたちに病気のことを伝えるっていうのも自分の大きな役割なんじゃないかなと思って働き始めました。さらにテレビを見た人から病院で声をかけていただいて、同じ病気の人との交流がなかなかないので交流会をやってほしいっていうふうに言っていただいたので、患者会を立ち上げるまでになりました。口唇口蓋裂で悩む人たちが交流する患者会、エミカと友達を掛け合わせたエミダチ会。彼女はその代表。口唇口蓋裂って本当にどっちかというと嫌な出来事ばかりなので、口唇口蓋裂のおかげでこう出会えた仲間っていうのは本当に唯一のなんか救われた瞬間だっていうお話も聞いたりして、とてもいいなと思う。そして病気ニュースに出てから、病気は違うんですけれども、とても仲良しのお友達ができました。その友人が暮らす愛知県へ行くというので同行すると、キヨちゃんはかあれ兄弟は、うん、3人兄弟の中。一応お父さんお母さんテレビで顔は見てるから、ね、お互いにな。お互いに言ってる。コロナ禍でしばらく会えず4年ぶりだという。あ、起きた。キヨちゃん、キヨちゃん。仰天ニュース出演がきっかけで仲良くなった友人に会うという。あ、起きた。キヨちゃん、キヨちゃん。カフィマカ元気元気。こちらがエミカさんの友人、山川清香さん。彼女が抱える病気、それは生まれつき頬や顎の骨がうまく形成されないなど、顔に症状が現れるトリーチャーコリンズ症候群。5万人に1人と言われる先天性の病気。
彼女は小さい頃から頬骨を作るため頭蓋骨の一部を移植する手術や両耳を作る手術などの形成手術を繰り返してきた。彼女は現在親元を離れ一人暮らし、愛知県内の市役所に勤め自立している。恵美香さんと同い年、29歳の清香さん。ここ見よう、見られそう、赤お腹見える。でも、あの、ハイウエスト履きゃ、これでもあれじゃん、可愛いです、これも可愛い、これ可愛い、セールでお安くもなってます。めっちゃ高いその日。10センチちょっとあります。うち足長く見えます。絶対うち測れへんわ、これ履いてみる？いや、いいよ。でも服を出せるから、お友達以上の存在とは思ってます。しおしお持ってる悩みとかも話せるし、お互いそういうのが、あの、分かり合える、何でも話せるというか。二人が出会ったきっかけは、清香さんが仰天に出ていた恵美香さんを見てダイレクトメッセージを送ったこと。エルカちゃんのテレビに出てる姿が自分にない姿、明るくポジティブなのがテレビの中で伝わってきたので、病気に対しても、まあ、いろいろ葛藤ありながら向き合ってて、でこう今自分を輝かせてるというか、で自分自身もやっぱりいろんな辛いこととかもあったので、そういう部分で共感をしながら、なんかあんまり自分からはいかないんですけど、その時は気がついたらメッセージ送ってたって感じですね、はい、すっごい長文やったもんね、メール一生懸命もう、うん、これがその時のメッセージ。確かに長い。それ以来、病気のこと、人間関係のこと、他の人には言いづらい話もお互いにし合う中。いらんかったもらうで。食べるの早いよね。でも早くなってしまった。噛み合わせ良くなってから、噛む力が。そんな二人が伝えたいこと、まあ、私たちの病気に関してはやっぱりそんな簡単に、あの、見た目は変わらないので、周りの見る目を変えないと私たちの悩みっていうのは、根本的な悩みは解消されないのかなと思うので、やっぱり知らないがゆえにこう攻撃的な発言があったりするっていうお話を聞いたことがあるので、でも病気をすることで本人も周りも生きやすくなるんであれば、これはすごい、あの、優しい世界になるんじゃないかなって思ってます。